算数クイズ、冷静に考えれば解ける推理算、おまけ問題付きです。では始めましょう。 ABC の箱があります。神様が次のように言いました。 A か B の箱に金貨が入っているなら D の箱にも C の箱にも金貨が入っている。神様は決して嘘を言いません。あなたは箱を一つだけもらえるとすると、どの箱を選べば一番金貨を得る可能性があるでしょうか。では解説をします。金貨が A の箱に入っているなら B の箱にも C の箱にも入っているから、 A の箱を選ぶ理由はありません。金貨が B の箱に入っているなら C の箱にも入っているから、 B の箱を選ぶ理由はありません。金貨の有無に関しては上の4通りの可能性があります。よって金貨が入っている可能性が一番高いのは C です。おまけ問題です。 ABC の3人がいて、神様、悪魔、人間が一人ずつです。神様は必ず本当のことを言い、悪魔は必ず嘘をつき、人間は本当と嘘を使い分けます。次のコメントから ABC はそれぞれ誰でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。